堺駅は大阪府堺市堺区恵比寿島町山頂にある南海電気鉄道南海本線の駅。駅番号は NK11。阪海鉄道時代1888年に開業した堺市最古の駅。かつては市の代表駅とされていたが、1965年、阪和線堺市駅に市の代表駅の座を譲った。開業時は、 現在地よりあや北側の南海バス堺、営業所付近に駅があった。駅所在地の東橋通りは、市街地西部の恵比寿島のさらに西側に形成された、月巣の一角にあたり、旧堺港に近く、鉄道消華にも浜の風景が歌われている。大工寺の生誕に位置するものの駅前は寂しく、立川以南の新地や大浜公園が活況を、停していた。九百十二年に、 半海線宿院停留場が開業。続けて宿院停留場から大浜公園に向けて大浜支線が開通。道線と南海本線との乗り換え駅として龍神駅が開業。1912年のこれらの出来事は堺駅の地位低下を決定づけるものであった。龍神駅は不便な堺駅に代わる堺の新しい玄関口として堺駅より はるかににぎわうようになった。戦前の龍神駅は、堺市サイの乗降客数を誇り、優等列車である特急、急行は、龍神駅に停車、堺駅は通過した。龍神駅はまた、阪海電鉄の龍神通駅との接続駅でもあった。1945年、甚大な被害を出した、堺大空襲後の旅客営業再開は、龍神駅のみで、 堺駅はついに貨物駅となるに至った。1955年に、線形の改良工事に伴い、龍神駅からフェニックス通りを挟んで、北向かいの位置に、堺駅と龍神駅を統合した新生、堺駅が誕生し、旅客営業を再開した。1985年に、南海本線の高架化に伴い、再び、大工事の生誕に移転したが、 開業時の位置からはやや南寄りで、ホームは、恵比寿島と竜神の間を流れる縦川をまたいでいる。大浜海岸など海浜リゾート地の工業地帯か、遊郭の廃止などで一時は、バスへのように錆びれていた、駅周辺だったが、現在地へ移転後、駅前に、伊東洋華道が開店するなど徐々に再開発が、始まり、リーガロイヤルホテル、プラットプラット、ラウンドワンなど、 商業施設も改良し、駅周辺は一定の集積が見られるほか、シャープ堺工場や、堺浜シーサイドステージ、J グリーン堺が開設されてからは、それらへ向かうバスの発着拠点としての機能も果たしている。なお、伊東洋華道は2011年2月13日に閉店したが、2014年3月20日、跡地にライフが開店した。鉄道省課題募集。 作詞六十番の歌詞にて、当駅が登場する。境の浜の風景に、旅の心もうば晴れて、汽車のいずるも忘れたり霞むはそれか、淡路島大避設備のある島式に面四線の、高架駅。有効長は十両編成分あるが、南波より一両分は、柵で仕切られており、立ち入りできない。また泉佐野より一両分も停車しないが柵は、設置されていない。2階に、 改札3階にホームがある。改札口は東出口と西出口に通じる中央改札のほか南改札口もある。中央改札横の東西連絡通路に売店とマクドナルド、キュービーハウス、堺井市観光案内所があるほか、東出口側通路の壁に吉田初三郎が描いた堺井市長官図が掲示されている。バリアフリー設備として エスカレーターエレベーターが設置されている。トイレは設置されている。列車の出発時には、全列車に対して、出発時期合図が明動する。当駅は、駅長が配置され、小浜駅、石津川駅間の各駅を管轄している。特急もしくは急行系列車と、普通車との緩急接続がほぼ終日行われている。日中は当駅発車後の普通車は、 上りは、南馬駅まで先着、下りは、泉大津駅まで先着しているが、その途中の高石駅では、全車指定席、ラピートベータ、または、一部指定席、サザンに追い越されるため、岸和田駅にはこれらの特急列車が先着する。2014年10月18日改正で日中の二重対避は、当駅のみとなった。偶数番線が、本線。 奇数番線が対比線となっている。これは複々線区間が当駅まで計画されていた名残である。2019年時の1日平均乗降人員は38,758人で、南海の駅では6位、南海本線では4位であり、高野線と並行しない区間では当駅が最も乗降者数が多い。 近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。南海バス堺駅南口停留所1番乗り場から、発車する13 1 3 1 1 3 2三3 2 c のみ、東山営業所、その他は堺営業所が担当。堺駅前停留所堺駅南口停留所中、33系統は、三国川丘駅前に乗り入れない。中、半駅が、 目的地の場合は35系統では遠回りになるので、堺駅前一番乗り場から、堺駅西口停留場大阪シティバス。ありがとうございます。